気候変動に関する国際会議 COP26 で新たに23カ国が石炭火力廃止を表明しました。利用を続ける方針の日本への批判が高まる可能性もあります。議長国イギリスにとって石炭全廃への道筋をつけることは今回の COP で打ち出したい成果の一つでした。段階的に石炭火力を廃止するとした宣言には日本が建設を支援するインドネシアやベトナムなど23カ国が加わりました。依存度が高い日本や中国は名を連ねず足並みが揃ったとは言い難い状況です。ただ COP26 のシャルマ議長は石炭火力の終焉は目前に迫っていると意義を強調しています。発電効率の高い石炭火力の導入などで理解を得たい日本ですが、全廃を表明する国が相次ぎ、国際社会からのさらに厳しい目にさらされる可能性もあります。